さんこんばんは。ハードボール神田修平です。いつもご視聴ありがとうございます。今日のテーマは、パー4のラウンド動画ということですね。シェイクスピアの、8番ホールですね。少しこう右にドッグレッグしていく、打ち下ろしのホールになります。風はね、左からかなり強烈に吹いているという状況と、ティーショットはね、ちょうど去年のスリクソンのユーティリティをちょっと仕出しなければいけないということがあって、ティーショットをあえてスリクソンのティーショットをユーティリティで打っているということで、距離がセカンドショットかなり長くなるという。まあ、要は風が左から右に吹いている状況なので、常に左から右に攻めていくということですね。右から攻めていくっていう、まあ、フックしか打てないという方は、まあ、距離も落ちるし、喧嘩しすぎてですね、まあ、結局右に出した瞬間に風に持ってかれてしまったりとか、してしまいます。ですから、こう、左の風の時は左から、右の風の時は右から攻めていくっていうのが、まあ、定石ということになります。自分がフック玉しかないというんではなくて、こういう時はフェードが打てると、非常に引き出しが広がります。ですから、まあ、風がね、こう、の向きによって球筋を少し変えていくっていうことができると、強い風の時のプレー、まあ、横風なんかでの、プレーの幅が非常に広がると。いうことが言えるんですね。それでいて、風とこう喧嘩してフックさせないで、ちょっとフェードをかけていくようにして、こう乗せながら、こう、風に乗せて距離を出していくというかですね。フェードのボールと風が左から右だと距離出るようになるんで、少しこうフェード系で攻めていくという、セカンドショット。そして、長いロングパッドをどのように距離調節していくか、そしてショートパッドというね、スライスラインのパッティングと。まあ、説明はほとんどしてないんですけれども、まあ普通にダラダラと流れていくパー4の私のプレイを、ぜひともですね、これから、流していきますね。ご覧ください。それではどうぞ。349ですね。これ左からかなり風吹いてるんですよね。ですから、左サイドを狙っていくということで、で、ユーティリティ使って、いきます。ユーティリティ、これ使ってみますよ。風で流されるはず。さあ、残り何ヤードだこれ。よいしょ。もうだいぶ暗くて見えない。157、160ぐらいか。左からの風160。難しいね。7で行ってみっか。風がどうかは読めないね。左サイド狙いで行きます。これ右バンカーがあるから、やっぱり左側の方を狙った方がいいですね。左バンカー越えにはなるんですけれども、ちょっと左目、風もこっちからこう来てるんで、ちょっと打ってみます。風で、どうだ、見えない。
これはもうかなり遠いですね。こういうラインになるんじゃないかな。もうここまで行くとね、ほとんどパッティングっていうよりショットでアプローチみたいな打ち方になるね。さあ行ってみよう。このまままっすぐ行ってくれれば、あ、まず寄せれれば OK。よし、5。寄った寄った。これでも寄ったものだろう。さあ、もう日没。カメラだとそう感じないとは思うんですけど、もう真っ暗なんで。さあ。どうだげなぁ、これなぁ。こっち側が高い感じがするね。スライスラインかなぁ。さっきのイメージですね。こう言って、こう打つと、まあ、おのずとラインが見えてくる。よし、ということでパワー。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。原田ゴルフからのお知らせです。原田ゴルフではこの度オンラインサロンを立ち上げました。オンラインサロンでは遠隔でのレッスン、毎日のメルマガ、限定のライブなど、オンラインサロン内でしか言えないようないろんなお話をしたいなと思っております。ぜひとも参加してみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。